嘘コン第4話がドラマオリジナル展開でネットで様々な意見が出て、とうとう再造でもニュースになってたので、私も見させていただきましたので、そのことに関して話をさせていただきます。まあ何があったのかというと、まずこの嘘コンというドラマを見てない方のために、ここまでの内容を説明すると、菊池風馬くん演じる匠が仕事をしている取引先で、まあクライアントのおじさんですよね。その人が君は結婚してるのかと、 突然質問してきたんですね。なぜならそのおじさんは結婚してる人こそ私は信用しているから君が結婚しているんだったら契約してもいいよと発言されたので、匠は本当は結婚してないけども長浜ねるさん演じる矢江と結婚してると嘘をつくので二人で話を示し合わせるために同性生活が開始されたというところから物語は始まります。 今の時代、結婚してる人こそ信用できるというのも多様性を叫ばれる時代ではいかがなものなのかなとは思いますけども、まあ、ドラマの中でもそれはキャラクターが同じようなことを発言して指摘されてるという展開にもなっておりました。なんとなくそのおじさんが頑固でわがままな人なんだなって描かれてることで、まあ多様性の時代にもいくらか即した内容となっているようにも思いました。そして、実は匠は、 そんな嘘婚をした八重とは幼い頃からの知り合いで、その頃からものすごい好きだったので、八重の前ではクールぶってるけども、一人きりになった時には、やったーとか、子供っぽく喜んでる姿があって、そのギャップが可愛らしいと好評を博している様子です。 そういうふうに笑顔を振りまいている姿、普段の菊池風磨くんを思わせるので、思わず反応する人も多くいる、そんな内容でした。そして、第2話、第3話と進んできたんですけども、この嘘コンの展開としては、同じシーンを別のキャラクターの視点に立って、実はこの時、このキャラクターはこういうことを 説明してましたよとか、繰り返し送られるので、ドラマの特徴としても、まあ同じシーンでも、あ、今度はあの人の視点だなってなると視聴者としてもなるほどとなる。この時は、うん、このキャラクターはこういう考えだったのと、うん、改めて知ることができる。 そんな内容なんですね。それで第4話ですね。あの、スノーマンの渡辺翔太くんことショッピーが演じているまさきの視点に立って、今までの物語が説明されてました。そこでは、匠が忘れていた指輪を自分の左手薬指にはめて、そしてスマホに映ってる匠の写真を片手に眺めながら、ニヤニヤしているまさきの姿が映されていたと。まあ、要するに、 まさきは匠のことが好きだったんだなという、その感情が示されたことで、これによって、菊池風馬くんこと匠と渡辺翔太くんことまさきの 感情に対して解釈もだいぶ変わってくる展開になってるんだなということで、どこか納得できるような感じもありました。このドラマが始まる前には番宣とかでは、ね、その菊池風馬くんと渡辺翔太くんの二人がやたら出てたの不思議がってる人がいたんですけども、あ、だから二人が出てたよねってどこか納得してるなんていうコメントを残してる人もいました。 ドラマの中でね、そういう風に密接に絡み合うストーリーが今後に展開されていきそうなことが示されたので、まさに注目を浴びています。そんなわけで SNS ではこれに関して、今までだと笑顔で見送ってるまさきというシーンが、第4話で匠のことが好きだということが判明して、その結婚相手の姿を見ててどこか切なさとか覚えてるんだなーってのが、笑顔の中にも感情が 全く違う解釈が生まれたので、ユニークさがあって面白いんじゃないかとか、まあ二人は人気メンバーでもあるんで、そういう展開になってるのに衝撃を持って今後も視聴を継続したいというふうに、好意的に見てる意見もありました。 一方では、またこういう BL 展開かとか、まあ、飽き飽きしてるわとか、そんな感じで叩いてる人もいて、様々な意見が出ています。そんなわけで私も見させていただきました。このドラマ自体がそういうふうに別の人の視点に立ってるので、見え方が全く変わってくるストーリーは、なかなかユニークさがあるなと思いましたね。てっきり、まさきは、八重を狙ってる展開なのかなとも予想してました。 いきなりハグしてるシーンもありましたんで、行ったら仕事仲間の婚約者相手に、ね、あれだけ近づいてて、 原作だと、まあ、実際狙ってもいたんで、今後にそういう三角関係があるんだなというのを、第3話まで見てるときには予想して見てたので、まさかの今回のね、友情ではなく恋心があるという展開になっていたのが驚きでもありました。いい意味でも裏切ってる展開で、こちらが予想していた外にあるので、それが今後どうなってくるのかって気になる思いをより一層かき立ててくれるようでもありました。 まあそんな感じで好意的には見られてるけども、そもそも原作から変えている展開どうなのっていう、そんな意見もありましたね。原作愛の人を軽視してるような対応がちょっとなーって飲み込めない人もいるみたいですよね。ただ単にこの原作ファンっていうだけじゃなくって、原作ファンではないけども、原作から変えてることで、その原作愛を持ってる人を軽視してるような姿勢がいかがなものかなーって。 って思っちゃう人もいるということですね。まあ私もね、軽く途中まで見させていただいたんですけども、原作だとね、匠がものすごい肉食なんですよね。だからもうガツガツ来るというか、あの匠がなんだったらもうね、すぐにもう押し倒すとかそういう感じだからね、もう。あれをそのままこういう地上波のドラマに当て込んでやると、なかなか今の時代、規制も厳しい時代でもありますんで、どうなのかなと思ってもいましたけども。 原作に忠実にするとガツガツしてる匠のやりとりがかなりこう多くの時間を割かれるっていうのも視聴率競争時代が叫ばれる昨今においてはやっぱりテレビドラマだと2点3点する展開がある方が視聴者の興味をより一層引きつけられるものとなると思いましたのでどういう意味で今回は 許容範囲なような気はしてますね。その原作改編から言っても、私個人としてはそこまで不快にも思ってないなと思いましたね。そういう原作を変えた変えないっていう部分での、そのことだけを、 話すんだったら私はそこまで不快には思ってはないですね。動画見てる人の中には原作変えてんのかなーっていうのも、まあそれはそれで全然意見としてあってもいいと思うんですけども、そもそも、まさきの心情というのは現実社会でも割と共感を呼ぶような展開なのかなとも考えました。まさきの恋心をそっくりそのまま共感するというよりかは、例えば、現実社会でも似たことはあると思うんですね。 あの人怒ってるのかなと思ったら全く怒ってないどころか、機嫌を良くしてるだけだったけども、あまりにも良くすると恥ずかしいからって、まあ言うなれば低格子でちょっと物調面をしている人とか、まあ世の中にはそういう人もいるので、コミュニケーションを取ると初めて気がつくのもあるんだなと思うような内容、そんなことも世の中には溢れていますんで。 誰しもそういう自分の解釈によってコミュニケーションを取らないから人をあれこれ決めてかかってしまう瞬間というのはあるのかもしれませんけどもあまり良くないことだなと思いますし今回のドラマを通して少し反省する人もいるかもしれません心当たりのある人も少なくはないような気もしますんでまあ自分の中で、えー、ちゃんとコミュニケーションを取っていろいろと確認することの大切さというのはあるんだな ドラマを見てて思ったたりもしましまそれだけに今後どういう風になるのか原作に準拠した内容ではなく原作ファンでもわからないような展開になってるのでそういう意味でも。 興味を引き付けてくれる内容にも思いました。それがどのようになるのか、それも気になっております。このドラマに関しては、良くも悪くもね、ネットニュースになったっていうことは、話題にする人も増えたんで、話題になるってことは話題がどんどんと、今の SNS 時代では広がっていきますんでね、本当にどうかなって思ってる人は、まあ、スルーするのが正しいんじゃないのかなと考えてるんで、まあ、肯定的でも否定的でも話題にされてる段階で、話題は広がっていくと思いますので、 いい流れが来てるようにも思いましたが、ただこのドラマに関しては30分ドラマなので、毎週のように感想動画を上げるのも大変だとは思いますけども、皆さんはこのドラマに関してどのように思いましたでしょうか 原作から変えてますからね。そのまま匠と正きの二人がくっついても、うん、悪くないような気がしてますけどね、うん。何もハッピーエンドの形は男女のカップルが成立して結婚するっていうのが必ずしも、うん、ハッピーエンドとは言えないとも思いますんでね。うん、そういうふうに今の時代をまあね、男性同士が結ばれるっていうのも、まあ、お互いに愛する人が愛する人同士になるっていうのも、うん、まあそれもそれで幸せの形としてはあるんじゃないのかなと考えます。 書いておりますそんなわけで私としてはね、まあ今後、まあこの動画とかにいいねとかたくさんついてたらあげるのもいいかなと思いますので、よかったらいいねお願いします。どうもありがとうございました。